安倍清人は、サイエンス賞の講師。防災士。アナウンサー。宮城県石巻市出身。東北福祉大学卒業。仙台市泉区のコミュニティ放送局である、仙台線 FM 放送元取締役事業部長。2016年に独立し、株式会社 MC ラボ代表取締役。2001年に、福島県須賀川市で開催された。 ジャパンエキスポ宇島未来博覧会において、東北電力、東京電力共同パビリオン内のサイエンスステージで、サイエンスプロデューサーの米村伝次郎の監修、チャーリー西村の指導によるサイエンスショーワークショップを行った。期間終了後、自身の習得、開発した科学実験を加え、東北地方を中心にサイエンスインストラクターとしての活動を本格化させた。 2011年の東日本大震災後、防災士の資格を生かして、防災の科学実験を用いて、東日本大震災の教訓を伝える、防災と、サイエンスをかけて名付けた、防災、エンス賞を企画した。新しい防災教育の手法として、全国各地で講演を行っている。2011年から、仙台市社会教育委員を務めた。 2018年仙台市長から教育分野での特別功労者表彰を受けた。ありがとうございます。